水墨画楽しんでますか？皆さんこんにちは、水墨絵師の墨禅です。本日もご視聴いただいてありがとうございます。今日も皆さんと一緒に上達に向けて水墨画描いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。私事なんですけれども、この9月でですね、水墨画家歴が25年を迎えました自分で拍手してる皆さんの拍手が聞こえてきました。ありがとうございます。はい、おかげさまでね、長く水墨画を楽しめて描けて、そして作品を、生み出すことができて、そして皆さんとねこうやって YouTube を通して交流させていただいていること、本当に嬉しくありがたく思っております10代の頃にですね、水墨画に出会いました。地元のですね、四国出身なんですけど、地元の水墨画家、日本画家の、お師匠であります菰田義山の門下生として弟子としてですね、水墨画の人生を、歩み進めることになりまして、はい、確かにこう義山先生の所属している会っていうのが全国の会ももちろんあったので、そちらの方にね門下生として出品出展させていただいていたんですが、いませんでしたね。当時はね10代の人ってほぼいなかったですね。いろいろとありまして、そのことについてはご興味ねおありの方は楽しんでいただけるかなと思うんですけど、9月30日に行われる大阪の難波のね講習交流会で少しそういったこともお話しできればななんて思ってます。もしご興味ありの方、楽しみにしていていただきたいと思うんですけど、本当にひょんなことから、はい、このエピソードを話すとみんなに笑われちゃうんですけど、微笑ましくてね、はい、そんなことでですね、25年を迎えることができました。本当にありがたいなと思っております。で、25周年ということで、個展もねいくつか用意しているので、会期がありましたらばぜひ、足をお運びいただきたいと思います。今後もね引き続きこちらの YouTube のチャンネルで皆さんにね少しでもお役に立てる水墨画の描き方とか、そういったところをお届けしたいと思っておりますので、今後ともご贔屓にしていただけると大変ありがたいです。その、大阪難波のですね9月30日金曜日に行われる午前の部と午後の部とあります水墨画講習交流会、水墨画の体験教室もついておりますけれども、前回ねちょっとアップできなかったものもあったので、もう一度ね、販売する、絵のね画像を挟んでおきたいと思います。恋の滝登りの方は8000円くらい、額付きですね、短冊サイズです。で、犬の作品、こちらが、3連のミニ色紙の、これも額付きでこれ5000円です。で、パネルの、鳥の絵なんですけど、F5 番ぐらいの大きさかな、F5 番ぐらいの大きさ、この、練習紙と同じぐらいですね。それでパネルでもう貼ってるのですぐ飾っていただけます。でこちらが5万円ですね。ただ当日ね、購入していただいた方には勉強させていただきますので、はい、ぜひご検討のほどよろしくお願いいたします。お家にね飾っていただいても素敵かなと思いますし、ご商売されていてね、お店とか会社とかされてる方も、飾っていただければ、恋の滝登りとかはね、開運とか運気上昇とかっていうね意味もありますので、運気アップにつながる絵になるんじゃないのかなと思いますし、あと鳥年とかね犬年の方もお家にちょこっとね自分の生まれ年を絵とをですね飾っていただけるといいんじゃないかななんて思っております。はい。で、当日プラッと来ていただいてお席が空いていると参加することもできますので、もし席がね埋まって満杯でしたらご参加できないので、そこは申し訳ないんですけれども、ご了承いただきたいと思います。
はい、今日の上達水墨画はススキに挑戦していきます。今回はですね、綿毛がこうふわふわした感じの、開花後のですねススキを描いていきたいと思います。この動画を最後まで見ていただけると、ススキの、穂がですねふわふわの開花した後のススキの描き方が習得できると思いますので、上達に向けて最後までご覧になっていただきたいです。よろしくお願いいたします。はい、では今日紙はですね、これマシ使っていきます。お筆は作用筆使っていきます。墨はですね、河川の水墨墨液タイプ使っていきます。ご参考にしてみてください。こちらの登場します水墨画の道具について、そして今から出てきます技法について、描き方について詳細はですね、過去動画に上げている回がありますので、初心者の方、そして初めて見られる方は遡ってご視聴いただきたいと思います。こちらの上達水墨画の動画では省略させていただいております。そして関連動画は、説明欄の方に URL 貼っておきますので、ご興味おありの方はチェックしてみてください。はい、ではスタートしますね。はい、皆さん今日新しい、ね、技法を登場させようかなと思ってますが、逆筆、逆法、こちらをですね使って、その綿毛のふわふわ感出していきたいなって思ってます。お筆の毛先に濃い墨ちょっとだけ取りますね。でパレットコロコロ法ね、いつも登場しますよ、三木法作っていきましょう。はい、で綿毛を表現したいので、ちょっとね、あんまり黒すぎると綿毛真っ黒になっちゃうので黄金色のね、夕日で黄金色に輝くあのふわふわな感じをね表現したいので、あまり黒くならないようにね、三木法バレットコロコロ法を作るときは墨をちょっとだけつけるっていう感じでね、やってみてくださいね。逆筆っていうのはお筆をね走らせる方向と逆側に行くってことなんですね。逆側にね、この動きを逆筆って言います。で今日は特に穂先を使いたいので、これ逆法というんですけど、毛の流れ、この穂先の毛の流れと逆向けてやっていくのがこれ逆法と言いますね。はい、ちょっとやってみます。わかりますかね、逆向けてやってますね。はい、そうするとこんな感じでできますね。くるっとねしているのもありますよね。くるっとね。こんな感じでやっていっちゃいます。
こんな感じで逆方でですね、かけました。はい、またパレットコロコロ方です。で、水分ちょっと取っておきましょう。膨張するとね、あのカスカス感がね、取れちゃいますもんね。で、半乾きのうちにですね、ここのあの、ここ集まってるところが結構ね、濃くなってるんですよね。なのでここちょっと穂先のこの分かれてる感じを表現しちゃいましょう。ちょっとこの濡れてる間にやるとね、勝手に滲んでくれるので、あのすごく表現がね、柔らかくなりますよ、線がね。なので濡れてる間にするのがいいですね。このすすきのほうき状になっているように見えるこのね、綿毛のところって何本もねあって、それがあの膨らんで綿毛状になっているので、あの全部こうね描いてしまうとやりすぎですが、ところどころこのラインをね描いておくといいですね。でここに戻ってくる。全部入れちゃいます。つながってますね。束になってますよ。こっちも入れちゃいましょう。ね、細かい作業ですけど、これ入れてるとね、すすきのあの束の感じが出るので、皆さんも書いてみてください。
く方でいきますよ。葉っぱ入れていきます。ちょっと濃いめにいきましょうね。濃いめに入れていきます。はい、ススキの後の綿毛のですね、ススキの完成です。よかったらご参考にしてみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。気に入っていただけましたらば、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、この上達水墨画は毎週末更新しております。また週末に皆様にお目にかかれることを楽しみにしております。はい、皆様の水墨画応援してます。頑張って。